美容用の手動式毛抜き、右はサイズ比較用の炭酸電池毛抜きとは体毛を挟んで引き抜く道具。また毛を抜く行為や動作の類似性から派生して毛抜きという言葉は印刷分野や経済分野でも業界用語として使われる。毛抜きは髭、眉毛、毛髪等の毛を抜くための道具の一つでピンセットの一種に分類される。 ただし細かいものをつまむためのピンセットとは異なり、先端部分は幅広く接触面が平らになっており、毛を掴んで引き抜くことに特化されている。リコ工具の毛抜きの形態は1本の金属棒を加工して2つに折り曲げた際に生じるバネ特性を利用した和式のものと、西洋では一般的なあらかじめ反りを持たせた2枚の金属板を スポット溶接で溶着して羽根特性を持たせたものに分類される。用途としては主に遅れ毛や眉毛や鼻毛、陰毛などデリケートな部分の毛を整えるためによく使われる。逆さまつげの場合にも用いられる。毛抜きは化粧用具に分類され、男女問わず使用されている。美容器具としての毛抜きは手動により対象物を一本ずつ除去するタイプだが、他に電動式で 広い面積を処理するものもある。なお、和式の毛抜きは、魚類の骨を抜く骨抜きを小さくした形状をしている。毛抜きは古くは、説とも、また、説詞とも表記した。古代中国語漢の時代に編まれた辞書、釈名には、説、説や、おさむとり紙なりという記述がある。おさむは抜き取るという意味で、古くより髪の毛を抜く道具として存在していた。また、 平安時代に成立した辞書和名類受賞には、この釈名の記述を引用した接氏の項目があり、和名を並名すけ沼木、俗に、けえ、沼木と呼ぶとしている。国宝の梅巻絵手箱には、他の化粧道具とともに、銀製の毛抜きが収められている。同様の銀製毛抜きは、熊野早玉大社の古神宝類の手箱や、和歌山、阿蘇神社伝来の、 松椿絵手箱にも収められている。これらは神宝として奉納されたものなので、当時実際に使われていたサイズであるかどうかは不明であるが、その形態については忠実に再現していると見られる。穂住信主家の板倉の茶臼、大岡の説には、大正四年の江戸博覧会で、大岡忠助の遺品の毛抜きを見たことが記されている。それによると大きなもので七寸。 小さいものでも三寸の大きさで、穂積の時代のものより数倍の大きさだったという。毛抜きは、越後高田、江戸など、古くから工芸品として伝わったところもあり、江戸毛抜きとして伝統工芸化され、彫刻や宝飾品等をあしらった毛抜きを作る毛抜き職人も存在する。かつては、ハマグリなどの殻がちょうど合う二枚貝が、毛抜きのために使われたこともあったが、 江戸時代以降は、ンヤや工芸の発達で鉄が素材の主流となった。近年はステンレスが主流であるが、洋白やチタン、貴金属で作られたものもある。オフセット印刷では原稿を色分解し、多くは、クマックと呼ばれる、シアンマゼンタン、エロー、ブラックの網天井の色版を、それぞれ作成して原版にする。この時、分解した、各色版がずれたり重なった場合に隣り合った色が、 混ざった色に見えてしまうために、片方の色の網点を抜く作業を行う。この時の色を抜く手作業や処理を毛抜きという。毛抜き合わせ、もしくはトラッピングとも言う。また抜き合わせとも言う。一般的な画像ソフトで毛抜きを例えるなら、編集画像の拡大比率を上げて、各ピクセルが個々に識別できる状態に表示し、隣接するピクセルごとに色を調整していく状態である。 この操作は DTP ソフトによってはトラッピングと呼ばれ自動化できるものがある。この作業が毛抜きと呼ばれるのはオフセット印刷の色版は再現性にもよるが数十分の1ミリから数百分の1ミリ単位で隣り合っており前期の作業は1ミリの数分の1の毛をより分けて抜く本来の毛抜き作業にも似ているところから取られた。株式相場で株価が繰り返し上昇。 もしくは加工した際の状態を示す、経線表の軌跡が毛抜きの形に似ていることから、これを毛抜きという、ありがとうございます。